犬との暮らしでわかる人生で大切なこと、当たり前の幸せを振り返ってみて。いつでも学び直せるといいこと。犬との暮らしでわかる人生において大切なことは、いつでも学び直せるっていいことやねん。前に失敗してしまったから、若い時にやっておかなかったから、もう年だからって人はよく言うけど、いつでも学び直せるってことを犬は教えてくれるねん。これまでずっと問題なくトイレができてた犬が、ある日突然粗相をするようになってしまうことがあるねん。そんな時はまた一からトイレトレーニングをすることで粗相をなくすことができるねん。しつけは子犬の頃にやっておけば大丈夫っていうわけじゃないねん。犬にだって失敗することはあるし、忘れてしまうことだってあって、もう成犬やからってしつけを諦める人は多いけど、どんなしつけやトレーニングも可能なんやで。犬は常に学んでて絶対に諦めたりしないねん。失敗や年齢に関係なく、いつでも学び直すことができるってことを、犬との暮らしで気づかされることがあるんやで。生きることをやめないこと。犬との暮らしでわかる人生において大切なことは、生きることをやめないことやで。人はふとした時、辛いことや苦しいことから逃れるために自ら生きることをやめてしまうことがあるやんな。犬には生きることをやめるっていう概念がないねん。思い通りには動かない手足を一生懸命に動かして歩いたり、痛みで苦しんでる時でさえも食事をし自らトイレに向かうねん。犬が遊ぶことに一生懸命なのは心のストレスを発散させるためで、毎日のお昼寝を欠かさないのは疲れた体を休めるためやねん。犬と人間は違うって思うやろうし、確かに違うねん。何日も落ち込んだ気持ちのまま過ごすことだってあるやんな。突然全てを奪われたり失ったりすることもあるやんな。でもそれでも生きることをやめたらあかんっていうことを、犬との暮らしで学ぶことがあるんやで。目ではなく心で判断するということ。犬との暮らしでわかる人生において大切なことは、目ではなく心で判断するっていうことやで。犬が人に懐くときって、どんなことで判断してると思う？その人が身につけてる服やアクセサリーかな。目が大きいことや肌が綺麗なことかな。モデルみたいなスタイルかな。犬は人を目で判断しないねん。優しい人かな。攻撃しないかな。遊んでくれるかな。うちのことを怖がっていないかな。とか、その人の心を読んで判断してるんやで。犬はおしゃれで新しいベッドより、使い古して汚いボロボロのベッドの方が好きやねん。その方が心が落ち着いてリラックスして休めるからやねん。犬とは仲良くできるのに人間関係は複雑で、って感じてる人もいてるかもな。そんな時は犬との暮らしで気づかされる、目ではなく心で判断するっていうことを思い出してみてな。まとめ。いつでも学び直せるといいこと、生きることをやめないこと、目ではなく心で判断するといいこと。愛犬からたくさん大切なことを学んでるってことを忘れないでいてな。